ありがとう生態の平野です。世界で、ここだけの、ね、生態をやっています。先日喫茶店でですね、見てたら、かっこいい、ね、ポルシェが止まっていて、どんな人がねこう乗ってるのかななんて思って、ちょうどこう喫茶店から出ていく、男性を見て、身なりがねやっぱりかっこいい、服装をしてます。そして時計もなんか高そうなね時計をしているんですけども、ちょっと残念なことにですね、姿勢がね、まあ、こういう感じで、多分50代ぐらいだったと思うんですけども、かなりこう悪い姿勢で、歩いている姿を見て、もったいないなと思いました。せっかくねいい車、いい、服、いい、ね、小物をいっぱいつけているのに、姿勢が悪いだけでですね、大変、損をしているなっていうふうに思って、名刺を、私に行こうと思いましたけども、そこまでできる勇気はありませんでした。ですがね、そこで、こう姿勢までこうしっかりしてたら本当に素敵な、男性だったのだろうなっていうふうに思った、次第です。